FC バテは、ベラルーシ中央部の都市、ボリソフに、本拠地を置く、サッカークラブである。バテとは、クラブの母体企業である、ボリソフ自動車トラクター伝送品工場のことである。UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグと、UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグに、出場したことのある、ベラルーシ唯一のクラブである。1973年に創設され、 ソビエト連邦時代はベラルーシリーグで3度の優勝に輝いたが、1981年にクラブ解散となった。1996年に経済学者のアナトリカプスキ会長が中心となってクラブが再建され、1998年にベラルーシプレミアリーグ昇格を果たすと、1998から99シーズンには昇格初年度ながらリーグ優勝を果たした。 若手の育成を重視し、アレクサンドル・フレブやビタリー・クツゾフなどのタレントを排出しながら常に上位争いに加わった。いずれも予選1回戦から参加した UEFA チャンピオンズリーグにおいて2000から01シーズンは予選2回戦敗退、2003から04シーズンは予選1回戦敗退であった。2006から07シーズンには再建後2度目の リーグ優勝を果たし、ビクトル・ゴンチャレンコ監督を登用した2007から08シーズンには2連覇を達成した。2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選では、バルル FC、RSC ・アンデル・レヒト、PFC ・レフスキ・ソフィアを倒し、ベラルーシのクラブとして、初めての欧州カップ戦本戦グループリーグ出場を果たした。 本戦に出場する32クラブの中で UEFA ランキングは最下位であり、グループリーグではイタリアのユベントス FC、スペインのレアルマドリード、ロシアの FC ゼニトサンクトペテルブルクと同組となった。一勝もできずにグループリーグ再開に終わったが、アウェーのゼニト戦とユベントス FC 戦2試合に引き分けて勝ち点3を獲得した。2009から10シーズンの UEFA、 ヨーロッパリーグでは、ポルトガルの SL ベンフィカ、イングランドのエバートン FC、ギリシャのエックアテネ FC と同組となったが、グループリーグ敗退に終わった。2010から11シーズンの同大会では、オランダの AGR クマール、FC ディナモキエフ、FC シェリフティラスポリと同組となったが、D キエフに次ぐグループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦では、 フランスのパリ・サンジェルマン FC と対戦し、アウェーゴール差で敗退した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。